吾輩は猫である。夏目漱石。吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたか、とんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめしたところで、にゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。吾輩はここで初めて人間というものを見た。しかも、後で聞くとそれは、書生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは、時々我々を捕まえて煮て食うという話である。しかし、その当時は何という考えもなかったから、別段恐ろしいとも思わなかった。ただ、彼の手のひらに乗せられて、スーッと持ち上げられたとき、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。手のひらの上で少し落ち着いて書生の顔を見たのが、いわゆる人間というものの見始めであろう。このとき、妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一、毛を持って装飾されべきはずの顔が、ツルツルして、まるで夜間だ。その後、猫にもだいぶあったが、こんな片輪には一度も出くわしたことがない。のみならず、顔の真ん中があまりに突起している。そうして、その穴の中から、時々プープーと煙を吹く。どうもむせっぽくって、実に弱った。これが人間の飲むタバコというものであることは、ようやくこの頃知った。この書生の手のひらのうちで、しばらくは良い心持ちに座っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか、自分だけが動くのかわからないが、むやみに目が回る。胸が悪くなる。到底助からないと思っていると、どさりと音がして目から火が出た。それまでは記憶しているが、あとは何のことやらいくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると、書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹も見えぬ。肝心の母親さえ姿を隠してしまった。その上、今までのところとは違って、むやみに明るい。目を開いていられぬくらいだ。はてな、何でも様子がおかしいと、のそのそ這い出してみると、非常に痛い。吾輩は、藁の上から、急に笹原の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで、笹原を這い出すと、向こうに大きな池がある。吾輩は池の前に座って、どうしたらよかろうと考えてみた。別にこれという分別も出ない。しばらくして泣いたら書生がまた迎えに来てくれるかと考えついた。にゃー、にゃーと試みにやってみたが誰も来ない。そのうち池の上をさらさらと風が渡って日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもよいから食い物のあるところまで歩こうと決心をして、そろりそろりと池を左に回り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに張っていくと、ようやくのことでなんとなく人間臭いところへ出た。ここへ入ったら、どうにかなると思って、竹垣の崩れた穴から、とある邸内に潜り込んだ。縁は不思議なもので、もしこの竹垣が破れていなかったなら、吾輩はついに路傍に餓死したかもしれんのである。一樹の影とはよく言ったものだ。この垣根の穴は今日に至るまで、吾輩が隣の三家を訪問するときの、通路になっている。さて、屋敷へは忍び込んだものの、これから先
どうしていいかわからない。そのうちに暗くなる。腹は減る。寒さは寒し、雨が降ってくるという始末で、もう一時の猶予ができなくなった。仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へ方へと歩いていく。今から考えると、その時はすでに家のうちに入っておったのだ。ここで吾輩は、かの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したのである。第一に会ったのが、お三である。これは前の書生より一層乱暴な方で、吾輩を見るや否や、いきなり首筋をつかんで表へ放り出した。いや、これはダメだと思ったから、目をねぶって運を天に任せていた。しかし、ひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができん。吾輩は再びお三の隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。吾輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを四五遍繰り返したのを記憶している。その時に、お産というのはつくづく嫌になった。この間、お産の三馬を盗んで、この返報をしてやってから、やっと胸の疲れが降りた。吾輩が最後につまみ出されようとした時に、このうちの主人が、想像しい、なんだ、と言いながら出てきた。下女は吾輩をぶら下げて、主人の方へ向けて、この宿なしの子猫が、いくら出しても出しても、お台所へ上がってきて困ります、という。主人は鼻の下の黒い毛をひねりながら、吾輩の顔をしばらく眺めておったが、やがて、そんなら、うちへ置いてあれ、と言ったまま、奥へ入ってしまった。主人はあまり口をきかぬ人と見えた。下女は悔しそうに吾輩を台所へ放り出した。かくして吾輩はついにこの家を自分の住処と決めることにしたのである。読み手は石川由美子でした。